ゴメズはいつも平面ですよね。よいしょ。あれ、なんかおかしいぞ。わあ、すごい。いつの間にかこんなに行っていたんですね。おお、おお。ごきげんよう。お、早速、上にキューブがありますね。さあ、今回は、Xbox 360用のコントローラーをパソコンに挿して遊んでいきたいと思います。こう直感で動かしてるんですが、それでこううまく操作できてしまうのが、やはりこう今までゲームをしてきた経験が生かされているなという感じがしますね。さて、上によいしょ、かけらがあるのでありそうなので、まずは上を目指していきましょう。よいしょ。あとどこを足場にすればいいのかな。でもなんだかこう上に上がれそうな感じもしないですね。よし、ここはやめておきましょう。ここって入りましたっけね。あれ。おー、やっぱりコントローラーだといいですね。直感でこう操作できるので。あれ、ここは、うん、ここは来ましたよ。そんな気がします。じゃあやっぱりこっちかな。下にも、下は何もないですね。迷ってしまいました。ね、ほわん、あそこが怪しいですね。亀裂があります。じゃあ持ち上げるにはここじゃない。ジャンプでもない。あれ、よく見るとこの爆弾正方形な感じがします。さて、あ、ここですね。よいしょ。ジャンプ投げて、これで壊せるかな。お、壊せた。そうすると、お、あれ、あ、そういうことなんですね。わかったような、わからないような。きっとこれは投げてみましょう。一度投げてみましょう。で、ジャンプ、ポイ。で、ドーンと来たら、切り替え。切り替え。切り替え。あったー。あった。修復する前に取っちゃおう。そして、お、ここ足場にすれば登れます。そういうことか。いろいろ試してみましょう。この亀裂にも注意しながら、よいしょ。あれ、でも一度、こう、乗ってしまえば、修復しませんね。なかなか不思議な感覚です。おお、こう、うまく説明できないんですが、なんか気持ちがいいですね。こう、なんとなく追うようにしてカメラを切り替えていたんですが、それでこう全て壊れてくれました。ここにも爆弾がありますね。この爆弾は、あ、そういうことか。うん、そう、奥行きはないんです。じゃあまた爆弾を使う場面が出てきそうですね。とりあえずは上を目指していきましょう。このまんま登っていけば、あのキューブが取れそうですよ。よし、イエーイ。やっぱり出来上がったものを取ると嬉しい。お、これはワープゲートでしたっけ。ということはここはもうクリアということなのかな。一応スタートメニューで、これじゃないです、こっちですね。ここからクリアしたかどうかが見られるようなんですが、ちょっと騒がしいのでくぐってから。あ、でもくぐっちゃうともう戻れないか。そう簡単には。じゃあ、いっか。よし。ちょっと騒がしいので、静かなところに行ってから、ゆっくりマップを見ようと思ったんですが、こう一度戻ってしまうと、もう、飛べないようなんです。さて、見て。ワープゲート。今は動いていないみたい。
まず他のゲートを見つけよう。そうすればゲート同士がつながり合う。はい、じゃあゆっくりこれを見ていきましょう。さっきはどこにいたんでしたっけね。わあすごい。いつの間にかこんなに行っていたんですね。さっき行った場所はここ?ここです。ここの回転するとわかるかな。なんかまだ秘密のエリアがありそうですね。ちょっとワープするには早かったようです。そしてこう自由すぎるのでどこから攻略していけばいいかちょっと悩んでしまいますが、手当たり次第という感じでいきましょうか。さてキューブはいくつ集まりましたか。7つですね。次の扉を開くには確か16個かな、8個かな、必要だったと思います。一応見に行きましょうか。確認して、でまたありそうなところに行きましょう。さあここです。ここあんまり好きじゃないですね、この音楽が。さあここですね。やはり8個でした。でここが16個ですね。よし、じゃあ8個、もう1個探しに行きましょうか。でもかけらがもう集まりそうな気がしますね。かけらが今2個集まっていて、あと6個手に入れれば集まります。そして上ですね。よいしょ、上行きましょう。よし、よいしょ。やっぱコントローラーだとこうジャンプもやりやすいですね。よいしょ。あれ?あれ?なんかおかしいぞ。もしかすると、ちょっと待ってくださいね。まず、ここからどこに行けるのか、確認してみよう。上に行けるルートがありそうですね。そして、これはどうやって見たらいいんでしょうね。今はここから来ましたね。ここから扉をくぐり抜けるとこのエリアに来ました。で灯台のエリアは左の扉でしたよね。でわからないな、入れそうなところを目指して行きますか。上になんか入れそうなところありますね。あそこはもう行きましたっけ。もう覚えていないや。ワープゲート、この上にも、あ、上にはないです。ここはズームはできましたっけね。ズームできないです。じゃあ入ってみるしかなさそう。よいしょ。あ、ここか。ここは一度入ったことあるんですが、しっかり見ていなかった気がする。あれ?いや、しっかり見た気がする。どうだったっけな。よいしょ。上には、空き箱が、あ、ボタンが押されているので、ここはすでに来ていますね。ちょっとマップを見てみよう。宝箱のマークが、右上にありますね。ということは、まだ取っていない宝箱があるということで。で、今ここからこっちに来ましたね。で、まだこっちに行ってからこのエリアに行けそうです。じゃあここを目指していきましょう。よいしょ。宝箱って一番上でしたっけね。じゃあまずは宝箱を目指していきますか。よいしょ。だんだんこのゲームの仕組みにも慣れてきたつもりです奥行きはないんです。よいしょ。奥行きはないのか、それともこれでどうなってるんでしょうねゴメズはいつも平面ですよね。よいしょ。そう、あの宝箱、あそこに行くにはどうすればいいんだろう。ここ乗って、どこからも行けそうにないですよ。
ここからジャンプしても届かないですよね。どうすればあそこに行けるんでしょうか。下の木箱が気になりますね。あそこはあのボタンを押すための木箱ですね。じゃああの宝箱にはやはりジャンプで行くのかな。それとも何かすればこう透明な足場が現れるとか。わからんですね。ここはよくわからんです。じゃあやっぱり宝箱は後回しにしましょう。で、どっか入れそうなところから、ここ降りたら死ぬかな。ごめん。どうしよう。一度、しゃがんで、よし。で、扉、もう一個下かな。ここです。ここでいいんでしたっけね。ここですね。ここに何かありそうですよ。よし、上を目指していこう。これは下から行くみたいです。よいしょよいしょよいしょ、ウィーン。お、この扉は何か仕掛けがありそうですが、このままでは上に行けないですね。ちょっと遠回りになっちゃいますが、ここから行って、よいしょ。で、あ、そっか、こう行ってこのまま入れるのかな。おお、初めて見たこの引き戸というんでしょうか。あれ、前もありましたっけね。前もドアを開ける動作は見たんですが、なんだか初めて見たようなアクションですね。よいしょ。さて、なんだろう、宝箱が真ん中に置かれていて、砂時計みたいな形ですね。早速調べてみよう。よいしょ。これがどうもゼルダの伝説っぽいんですよね。ティ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 ー、やったーいまいち宝の地図がよくわからない。よくわからないです。はい、じゃあ戻っていきましょう。ということはここにはキューブはないということなので、あ、そっか、まだ上に行けましたね。よいしょ。あ、これでここはコンプリート。よし。で、ここには右の情報によるとキューブが4つあるのかな。いまいちアイコンの見方がよくわかりませんが、どうやらあるようですね。よいしょ。さあ、ツタに伝ってって近い、こう合っているのか不安になっちゃいますが、よいしょ。さあ、上にかけらがあります。もう間違えませんよどうしても漢字が2つなので、こう孤立したものというふうに考えてしまうんですよね。なので、それで欠片と読んでしまうんですね。よいしょ。さあ、どうやって行くんでしょう。右に飛び移らないといけないようです。よし、お、結構ジャンプ力高いです。よし。さあ、これでもう一回見てみましょうか。そうすればアイコンの意味もわかりそうですね。あれ、しかし右の黄色い4つは減っていませんね。左に説明が書いてありました。小さなゲートとキューブと欠片があるということを表しているようです。よし。あ、もう一度、右上の表示 RS が気になったので、ちょっとこれはどういうことかろう。こういうことかなよくわからないですね。てっきり押し込むことで何かズームアップできるのかと思ったんですが、よいしょ。イエーイ。さて、上にもありますね。上は、よいしょ。あ、危ない。こうやってじっくり考えられるのがいいですね。よいしょ。よいしょ。
こうなんとなく上に登れているんですが、実はマップの構造をしっかり把握できていません。完全に直感で動いております。よいしょ、よし、で左行けそうです。左行ってどんどん上を目指していきますよ。あるじゃないか。よし、この苔というかツタを登ることを忘れてしまいがちですね。さて、どうやって上に行こう。掴まれないですね。あれ、あー、そういえばそうでしたね。よいしょ、よし、一回動かずに周りをしっかり見てから動きましょう。ここからはいけそうにない。ここからもいけそうにない。あ、寝てしまった。上行くかな。上届きそうなんだけどな。ここから、あ、いけるぞ。よいしょ。ここでいいのかな。良さそうですね。よし、で右に行って、よいしょ、でイエーイ、到着です。イエーイ、8つのキューブを見つけた。ドアだらけの場所に戻りましょう。よし、じゃあ今日はこのゲートをくぐって一区切りさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は8つのゲートを開けて新しいマップに行きたいと思います。ちょっとまだ見逃しているところが多いような気もするんですけども、見て、あ、流れ星。あ、そういえばここノイズがなくなっていますね。あ、ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。